2012年8月撮影10を燃えスクエアは東京都中央区日本橋小伝馬町にある1990年に廃校になった中央区立10を燃え小学校の旧施設を再利用した中央区立の地元還元施設である90を燃え小学校は関東大震災で被災した都内の多くの小学校と同様に災害時の避難場所としての利用を考え 公園を併設して作られた復興小学校の一つ。銃おもえ、小学校の本館は、アールデコ場のユニークな建物で、メンテナンス状態も良かったので、地元の人たちに直接関係して地域に役立つ、姿勢として、銃おもえ保育園、お年寄り相談センター、銃おもえ、デールーム、訪問看護ステーションが入っている。体育館を取り壊し、 旧小学校の校舎のデザインと符号するように建てられた銃を燃えスクエア別館には銃を燃え湯や天魔長老屋敷展示館などが入っている。当地は江戸時代に天魔長老屋敷があった場所であり、幕末に吉田松陰が処刑されたところで隣接する銃を燃え公園にはその余地を記す石碑が建っている。旧銃を燃え、小学校の工業に使われてきた。 重視という言葉は中国の北宋時代の史実岩の中に出てくる重視のその重視と小学校の開校時の所在区画の14が同音工事であることにちなんで付けられたものであるこの由来の説明版は十重いスクエア別館の壁に掲げられている欲しいと思っても足りれば十分であることを知って都に多くを望まないこと工事などを起こすにあたっては止めるべき程度を知ること 高い地位にいる人ほど減り下るようにしなければいけないこと。道満ち,満ちている時には心を抑えておごることがないようにすること。遊び暮らすようなことは控えて少なくするように心がけること。縁を張って楽しむ時も後にはいや心配があることを考えること。立派な良い帝王と言われるためには賢い家来を用いてその今しめを受け入れること。 横島で人を阻止るようなことを憎むには、まず自分自身の言動を正しくすること。癒症を与えるときには、喜びのあまり、文を越すようなことのないようにすること。刑や罰を行うときには、怒った、あまりに、不適当な刑や罰にしてしまうことのないようにすること。東京都中央区日本橋小伝馬町5-1、東京メトロ日比谷線の小伝馬町駅4番出口から出て、 徒歩3分、ありがとうございます。